24のコーチング術これさえできれば子育ての9割はうまくいくはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターカチです。ライフスキルの学校へようこそ ライフスキルの学校では親の生きづらさを解消するライフスキルと子供を自立させる関わり方を紹介していますチャンネル登録よろしくねそしてやり抜くこと投げ出すこの週刊絶賛発売中です概要欄からチェックしてみてくださいということでということで今回のテーマは子供を自立させる親の関わり方24のチェックリストでございますこんなことありませんか 自分の子育てに自信がないママ友と比べてしまって落ち込む他の子と自分の子を比べてこのままで大丈夫かなって心配になるで心配になるからいろんなとこから情報を収集したり勉強するんだけれども言ってる人によってあ人によってね言ってることが違うからどういうふうに関わったらええねんって逆に勉強すればするほど子育てを見失ってしまう苦しくなっていく。 そんな声に、えー、答えようと思って今回24のチェックリストというのを作りましたじゃんこんな感じです子どものライフスキルね自分で自分を幸せにする技術それがライフスキルなんだけどそのライフスキルを高めるための24の子育てチェックリスト ね、これをね,、えー、っとね、定期的に自分の子育てを見直すことで、えー、少しずつ自分らしい子育てを、えー、見つけていただきたいなとそういう思いを込めて1ヶ月間かけて作りました、えー、公式 LINE に登録いただいた方すべての方にこち,らこちらのチェックリストの PDF を、えー、プレゼントさせていただいてます、えー、概要欄から公式 LINE をチェックしてみてくださいということです、えー、今回はね、えー、この中の一部をちょっと紹介させていただきたいと思ってます 最後まで聞いていただけたら子どものライフスキルを高めるための親の関わり方が分かり安心して子育てができるようになります。なので、えー、概要欄からチェックして、えー、公式 LINE もチェックして,いただいてくださいというのと、えー、最後まで、えー、見てくださいという感じです。はい、ということで、えーまあ、やっていきたいんですけども今日はね、えー、前半部分でこの1番から6番をね、紹介したいなと思います。ちょっとね、ね。スライド用意します、ね はい、まずちょっと読み上げましょう読み上げましょう1番「子供に選ばせることが多い」2番「子供に失敗を体験させている3番「子供の思いつきを大事にしている4番「子供のスケジュールに余白はある」5番「子供ができることは子供に任せている6番「 子どうでしょう3点2点1点3点がめちゃくちゃできているってなった時に皆さん何点でしたでしょうか ちょっとね自分の子育てと、えー、を見直すという意味で、えー、ちょっとね、えー、ご活用いただけたら嬉しいですで。ここに書いてることが絶対に正しいとかそういうことじゃないんです、えーこれ。これこういう考え方もある、こういう関わり方もあるということを選択肢に置いた上で自分が実際にどういうふうに子供と関わるのかっていうのは自分で考えて自分で決めて OK です。 で今日はなんでこの6個のこの関わり方が大事なのかっていうことを紹介させていただきますまず1番ですよね子供に選ばせることが多いこれなぜ大事なのかそうすることで自主性と考える力プラス責任感が 身につくからでですすとということですねでそもそもこの24のチェックリストはライフスキルを高めるためのチェックリストとライフスキルとは自分で自分を幸せにする技術ですね。はい、えー、幼児教育 の用語で言うたら非認知能力と呼ばれてますね学力では測れない、テストでは測れない、えー、生きる力、非認知能力ね、えー。非認知能力は4つの種類があってね、えー、それ出せるかな、出せるかな、出せるかな、出せるな、シューッと言って、はい、4つあると。 4つのライフスキルがあるということで、えー、自分とつながる力そして人とつながる力夢を実現させる力トラブルを解決する力これをねバランスよく高めるために子どもとどう関わったらいいねんっていうのが先ほどの24のチェックリストでございます。はい で、またここ戻りまして、子どもに選ばせることが多い、多い。ね、A という道、B という道ね、選択肢はね、いっぱいあるんです。それをね、子どもに選ばせることで、ね、選んだことだから自分で 自分でそれを責任を取るっていう責任感が芽生えてくるしどっちにしようかなって考える機会が増える機会が増えるから考える力が高まっていくんですねで自分で選ぶっていうことで意欲とか自主性とかそういう生きる力を高めることができるんですよということですなのでできる限り子供に選ばせてあげましょうねとで選,選ばせるということはなんだろう親として意見を言ってはいけないってことではなくて意見を言ってもいいと思うんですよ お母さんは A にはこういうメリットがあって B にはこういうデメリットがあるよねと。で、ね、A と B のメリットデメリットを、ね、お伝えした上でお話しした上でお母さんは A の方がいいと思うんだと。例えば A ね、中学受験、受験、中学受験な、すると。 ってなった時にお母さんはこうこうこういう理由でね、えー、高校受験もせんでもいいしね自分が大好きな部活を一生懸命できるからだから伸び伸びした中学生活高校生活を送ってほしいっていう思いもあるので中学受験をおすすめするとそういう意見を言ってもいいんですよ意見をすることで子ども自身にね、えー、A という道 B という道のいいところと悪いところっていうのが整理されるわけじゃないですかね整理されるわけでその上で子どもに A、OA、えー、B、決めさせるでおす。意見は言うけど、決めるのは子供このスタンスですね。これが、丸1です。はい、丸2子供に失敗を体験させている。これ、すごく大事ですよね。やっぱり新しいことに挑戦する、新しい環境に飛び込むと、失敗するんですよ。だって、やったことないから。 そうなんですよどんな人がいるか分からないから、ね、ずっとずっと10年20年の友達やったらもう会話しなくてもどんなことが好きなのか何を言われたら嫌なのか分かるけど初めて会う人だったらどこに地雷があるか分からない、ね、失敗することはあるんですよ、ね、自分のこの世界から一歩踏み出すと、ね、新しい世界にニューワールドに、ね、飛び出すと、ね、社会に出ると絶対失敗するんですねで大事なことは失敗することは悪くないんですよ 失敗から学ぶことが大事なんですねで失敗から学んで失敗を恐れずに、えー、自分がやりたいことを行動していくそのプロセスが大事なわけじゃないですかそうすることでできなかったことができるようになってできることがもっとできるようになる失敗を恐れずにやりたいことを我慢せずにいろんなことに挑戦してねその挑戦するからいろんな人と出会ういろんな人と出会うから新しい発見がある新しい考え方新しい生き方が見つかるその中であ自分はこういうふうに生きたいっていうふうになって自分の ね、やりたいことであったり好きなことっていうのが見つかっていくそれっていうのはやっぱ失敗を恐れてて行動せんかったら見つからないんですね、うん、そういう意味で早い段階から失敗を体験させるで失敗は悪いことではないと、ね、失敗は成功の母であり失敗っていうのは一つのデータなんだとそこから学んだらえ成功するチャンスが得られるし成功するために大事な発見をすることができるということですねそういうふうに失敗を、えー、体験させるっていうことはすごく大事である なんていう気がします。気がしますというか、僕はそう思っています。はいえー、そして3つ目、はい。3つ目は子供の思いつきを大事にしてる、ねえー。子供があれやりたい、これやりたいってね、その思いつきってね、ほとんどのケース、ほとんどのケース、まあ、ちょっと消そうか、ここね、ちょっと書くとこなった。ほとんどのケースが何だろう、親がね、こっち行くって親のスケジュールとか親の都合があるじゃないですか。それとは違うとこなんですね。子供の思いつきとか直感とかね、あこっち行きたいって寄り道なんですね、これが。 でもその寄り道、ああやりたい、こうやりたい、もっと知りたいっていうところに、ね、好,奇心好奇心があったり才能の種があるんですねで。それを掘って掘って真下に掘っていけばそれが子供にしかないいわゆるアイデンティティ人格人格っていうその部分にけいが形成されたりいわゆる子供の個性になっていったりいわゆる自分軸。 ちょっと見にくいけど自分軸が作られていくってわけじゃないですか。こういう好奇心とか才能とかをね、真下に掘っていったらね。でもね、やっぱ親の都合っていうね何時にご飯作らなあかんとかね、えー、何々したい、あれしたい、これしたいっていう都合があるので、子供がが何か思いついたときに、あ、それはまた今度ねってしてしまいがちなんですよね。がちなんですよね。なので、全部が全部子供の思いつきを大事にできへん。けれども、少しスケジュールに。 親のスケジュールに余白をとって、ね、子どもの思いつき、まあ、3回に1回ぐらいは聞いてあげる。まずそれぐらいでもいいと思うんですね。あの子どもの才能を発見させる、発見すると、子どもの好奇心に火をつける。好奇心っていうのが、いわゆる勉強へのやる気になっていくわけじゃないですか。ね、好奇心っていうのは、もっと知りたいとかね、そういうことがね。なので、勉強好きに。 なるとかそういう意味を込めて子どもの思いつきとか寄り道を大事にしてあげるってことも大事なんじゃないかなっていうことですねそして4つ目子どものスケジュールに余白はある、えー、と忙しい子どもでは週にね9個習い事してるっていう子もいました7日で9個で横々話を聞いてみたら土曜日に3つやってる日曜日には2つやってるみたいなそ週末にギュッと習い事を詰め込んだりしてるケースもあるとそうなるとねやっぱり余白がなくなるんですね余白 弱くがあるあってプラスなんかこなこれ面白そうな題材があったらそれをね 探求していく、探求していく、ね、時間もあるから探求していく意欲も湧いてくるんですね。余白があるからなんですよ。これが余白がなくて、まさにこんな状態だったら、いや余白っていうか、やりたいっていう気持ちが湧いたとしても、隙間がないなって、いつやんねんって分かんない。じゃあやめとこうかってなるんですよ。なので、こ子どもの余白っていうのは、ね、想像力、想像力を、 高めめるためにすすごく大事なんですよ想像力というのは余白プラス好奇心なんですよ、ね。このどっちだかがなかったら生まれないんですね。好奇心、あれやりたいこれやりたいっていうのがなかったらひまや,やで終わりなんですよ。でもね逆、好奇心だけあって余白がなかったら忙しいからまた今度また今度で終わりなんですよ。ね、また今度 で、やっぱこれからの時代は、ね、想像力って大事なんですか。想像力ね、えー。今までになかったものを生み出す。で、人々が困っていることを、ね、 解決するそういうアイディアを生み出す力ってものすごく大事ですね。それはコンピューターにできないことであり、人間にしかできない部分を高めていくことが社会で活躍するために大事だとしたときに、この想像力って外せないんですね。で想像力っていうのは子どもの余白と好奇心から生まれるものであるから、あるがゆえに、やはり子どものスケジュールに余白を作るってこと大事だよねってことですね。そして、1つ目。 子供ができるるここことは子供に任せていでここですよね,、えー、ねできないことは見本を見せてあげるね次から自分でやるんだよっていうふうにやっていくことは大事だと思いますけどできることはあそれあなたできるの知ってるよとお母さん見ててあげるからやってみようっていうふうにどん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 子供に任せていくことでこれも先ほどのことにつながるけど自主性自分でやってみたいっていうその、ね、自主性であったり先ほどの好奇心に火をつけることになる。 だから親が指示しなくても親が見ていなくても自分からやるって言って自分で考えて行動できるようになるんですね。 だからできることは子供に任せるってすごく大事なのかなと。そして6つ目。子供への愛情を言葉にして伝える。これがね、愛情を伝えることで愛着が形成されるんですね。愛着っていうのは、自分は愛されているんだ。ここにいていいんだ。親に必要とされているんだ。生まれてきてよかったんだっていう感覚ですよね。その愛着っていうのはまさに自己肯定感の土台なんですね。自分が自分を肯定する土台になるから、ここの愛着を形成すること、6歳までにね。 ととが特に大事ですね親子関係によってこの愛着が形成されるんだけど、それをどうしたらいいのかというと、もう単純にあなたがここにいていいよということ、あなたのことが大好きなんだ愛しているよということを言葉で伝える、ね。言葉以外のメッセージ、ハグであったりスキンシップであったり、そういうメッセージで伝えていくということ、これがすごく大事ですよねということでございます。 今日はね、子供の生きる力そしてライフスキルを高めるためのチェックリストの中24のチェックリストの中から6個紹介させていただきました子供に選ばせることが多いですか子供に失敗を体験させてますか子供の思いつきを大事にしてますか、えー、子供のスケジュールに余白はありますか、えー、子供ができることは子供に任せていますかそして6つ目 子供への愛情を言葉にしてて伝えていますかこういうことをね、えっと、定期的に振り返るってことがすごく大事なのかなと。この子,ど子供のライフスキルを高める24の子育てチェックリストはね、こうやってスコア化するんですね。縦軸スコア化321ってここでスコア化する。それがね、4ヶ月分あります、まあ4 4。4回分やな。毎月やってもいいし、毎週やってもいい。 でここに余白があるのはね、これを、ね、パートナーと相談して、ねえー、追加するっていうのをすごくお勧めしています。ここの24のチェックリスト以外で子供と関わるきにこんなこと大事にしよう、あんなこと大事にしようってパートナーと相談して、えー、ここにね、書、え、く、ー っていいいうののはすごくいいのかなとでこの1か月間はじゃあこの1番と10番とここに書いたこの2つを大事にしようと。で1か月後にまたお互い振り返ろうねっていうふうにやることで子育てに対する考え方っていうのを、ね、パートナーと共有できるし、ね、子供も1月 一貫したメッセージお父さんとお母さんが言ってることやってること違うじゃなくて一貫したメッセージを受け取ることができるので混乱せずに自分の中側いわゆる心の中にアンテナを立ててやってみたいということを行動できるようになるんですね。はい なのでこここの、ね、24の子育てチェックリストぜひ使ってやってみてください、えー、これは、ねえー、公式 LINE にご登録いただいた方すべての方にプレゼントさせていただいてますので概要欄の公式 LINE まずはご登録くださいということでございます今回は、ね、24の子育てチェックリストの1から6まで紹介しました、えー、次回は、ねえー、また機会があったら7から10にこの6個を紹介していきたいなと思っておりますはい ということで、えー、今日は以上でございます。はい、アイアンスター、ユアスター、自ら輝けば世界は輝く。ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。